ウェールズ生まれのカナダの画家で、連邦結成の父祖たちの肖像画によって最もよく知られている。ウェールズ北部、コンウィのカイル品に生まれたハリスは、幼い頃に家族と共にリバプールを経由して、プリンスエドワード島へやってきた。後に、ボストンで美術を学び、さらに、ロンドンのスレード美術学校に学んだ上で、パリでレオンボナに指示し、ローマにも留学した。 各地を広く旅した後に、モントリオールに定住した。連邦結成の父祖たちを描くという依頼を受けたのは、ハリスの経歴においてもまだ若い時期のことであり、これによって、肖像画家としてのハリスの評価は確立された。その後、ハリスは、当時の新聞出版事業者からの移植を受けて、政治家から悪党まで、有名人の肖像画を依頼されるようになった。例えば、 トロントの新聞、ザ・グローブの依頼により、ドネリー一家を殺害した容疑をかけられた被疑者たちの肖像画を描いた。ハリスは、王立カナダ美術院の創設メンバーであり、1893年には院長に選出された。ハリスの作品の重要なコレクションは、シャーロットタウンのコンフェデレーションセンターオブジアーツに収蔵されている。ハリスが描いた。 A meeting of the school trustees は、プリンスエドワード島の教師ケイト・ヘンダーソンが、学校の理事たちと対峙する様子を描いたもので、1980年に、カナダの切手の図柄に採用され、また、短編映像シリーズ、ヘリテッジ・ミニッツでドラマ化された。ハリスは結婚していたが、子供はいなかった。建築家、ウィリアム・クリッチロー・ハリスは弟であり、 10枚であったキャスリーン・モリスの芸術作品にも積極的な関心を寄せていた。ありがとうございます。